今日の免疫力アップのためのワンポイント。免疫力アップには活動量を増やすことが大切です。新型コロナウイルス感染症対策によって外出を控え、家に閉じこもると活動量は減りやすくなります。活動量が減ると血糖コントロールの不良など生活習慣病悪化や筋肉が衰えるなど別の健康被害につながる恐れがあります。ソファーなどで座ったまま長時間過ごしたりせず、立ち上がって足踏みをするなど、自宅でも簡単に活動量は増やすことができます。1、2、1、2、1、2、1、2、皆さんも一緒にやってみましょう。それではまた明日。